ケロちゃん、ラッピー今日はね、腰が痛いんだ。肩も痛いんだよ。昨日ね、畑をね、耕したのよ。痛いんだ。そう、痛いんだよね。で、今日はね、ケロちゃんにもお手伝いしてもらって、マジックをやろうと思うんだけど、頼める？いいよ。はい、今日はケロちゃんがアシスタントをやってくれます。はい、シニアの手品教室ナンバー17、ケロちゃんから借りたお札が、あ、ケロちゃん、ここに千円札があるよ。後で貸してくれる？うん、いいよ。はい、まずですね、こちらの封筒の中をよくご覧ください。空だよね。うん、空だね。はい、そしてですね、この千円札を借ります。じゃあケロちゃんね、ちょっとこれをね、ちゃんと持っててくれる？はい、今ケロちゃんからね、これ千円札借りましたから。はい、じゃあこの千円札を半分に折ります。そしてさらに半分に折ります。さらに半分に折りますと、このぐらいの大きさになりますね。そしてこの千円札ですね、なんとなんと、この肘にね、このようにこすりつけますとね、摩擦熱が起きるんですよ。この摩擦熱が高まってくるとね、この千円札に摩擦熱が高まってくると、ん、なんと、わっ、消えちゃいました。キャー、ケロちゃんごめんね、千円札消えちゃったよ。そう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 、このですね、封筒の中を見てみましょう。ひょっとしたらここの中に千円札があるかもしれません。あ、ありそうです。わあ、よかった。はい、千円札のテレポートでした。今日はこのマジックのやり方をこれから説明します。はい、じゃあケロちゃんはここにいてね。はい、で千円札はここに置いておきますね。そしてまずこのようなものを作ってもらいます。これはどんな風にできているかというと、封筒を2枚使いますね。2枚の封筒を使って、こちらに、はい、片方の口があります。もう片方の口はこちらにありますね。で、これとこれを背中合わせにこのようにくっつけるわけです。そしてお互いの口が下の方になるようにくっつけます。はい、糊はこのように4箇所薄くてもぴったりくっつきますから、このようにくっつけます。はい、そしてこういうのが出来上がりましたら、あらかじめ片方の方の、はい、片方のね、封筒の方へ千円札をあらかじめ入れておきます。はい、入れてありますね。で、これが後ろ側になるわけです。で、こちらは空っぽの方です。はい、空っぽの方を持っててもらいます。そして今から、ですから千円札は2枚使いますね。2000円使います。1枚は封筒の中、もう1枚は誰かから借りて使ってください。僕はケロちゃんから借ります。はい、やはりね、見てる方から借りるとすごくね、びっくりされます。自分のお金がなくなったのかと思ってね。
そしてこれをこう半分に折ります。でさらに半分に折って半分に折ってこのように小さくしますね。で右手でこのように持ちます。そして左側の肘にこすりつけるんですね、はい、で摩擦熱の話をしながらこすりつけてある温度まで摩擦熱が高まりますとと言って左手に渡すふりをして渡しません。渡すふりだけですね。そして握ったように見せて、はい、右手にまだ持ってます。そして今度は左側の肘にこすりつけますと言うんですが、もうこちらはないですから。そして右手の方のお札はこの首のですね、この映ってますかね、後ろの方にこう入れるわけです。こう後ろにこうね、でこちらでこうこする動作をしながら首筋のところにね、このはいお札を置いてきます。そうするとこちらの手ももう空になりますから、はい。そしてある程度こすったら、あ、消えてしまいましたというわけですね。さあ大変、貸した方はもうねびっくりしますから、はい、大丈夫なんですよって言って、こちら空の方ですからね、空の方はこう持ってきて、そしてだ、ありそうですねと、ここはまあちょっとですね、あの技術がいるっていうか、ちょっとこうね、はい、あまりこうひっくり返したとかわからないように練習して、そしてあ、こちらの封筒にテレポートしていました。はい、お札を貸してくれてどうもありがとうって言って返してあげてください。はい、ということで、今日はですね、ケロちゃんから借りたお札、深夜の手品教室でした。いかがでしたか。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったという方はいいねボタン、そしてチャンネル登録、次回もまたお楽しみに。